はい、亀谷です。今日はね、なんか2冊ね、俺のね、個人的に好きな本なんですけど、世界の危険生物とね、地球と人類の46億年の謎を楽しむ。まあね、恐竜とかさ、なんか生き物とか好きなもんで、それで、まあ、興味があるんですけど、すごいね、いいね。やっぱり神秘的で、やっぱり地球は46億年の中で、どうやって生命が誕生したのかとか、そういうの気になりますよね。どういう風に進化していったのかとか、あと危険生物、意外に危険と思わなかった生物が危険なんですよね。日本猿がなぜね、危険なのかってね、思ったんですけど、結核とかね、サルモネラ菌を持ってるから、まあそういうの危ないんだろうなっていうね。サルモネラ菌、うん、そうだね、サルモネラ菌とかさ、まあウイルス性のものいっぱい持ってるから危ないっていう、噛まれたら危ないですよっていうですね。でもこっちはね、生物のこととか、あとまあ人間のこととか、やっぱり歴史的なのとかで載ってて、宇宙のこととかね、やっぱりかなり興味があって勉強になりますね。歴史とかでもやっぱり似たようなことは出てくるんで、やっぱり将来にもためになるかなっていう。まあ実際今年高3なんで、まあ役に立つかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ若い子たちに教えられるようにっていう意味でも、まあいいのかもしれませんね。うん、そうだね。値段はどっちも850円でした。うん、どっちも同じ会社なんだね。同じ会社ですね。やっぱりな、教科書よりね、わかりやすく書いてあるっていうのはね、楽しめるっていうのもね、ありますね。他にもね、以前買ってんだけどね、やっぱり危険生物、似たような本なんですけど、危険生物、あとなんかユーマ、まあ、やっぱりミステリーのね、やつが怖いのが興味ありましてね、それで怖いの買いました。だから昆虫も好きなもんでね、まあ、結構ね、いろんなもの買ってます。これもなんかほら、動物のチャンピオンっていうやつで、どういう動物が速いのかとか強いのか、まあ動物の不思議ですねとか、やっぱりそういう本をいろいろと好んで買ってますね。まあ実際小説とか、アニメの本とかも実際見るんですけど、まあまあ、そんな本って言ったら、その本よりこういう自分のね、ためになる本の方がね、自分でもいいと思ってますし、好きですね。まあ多分書店とかで売ってるんじゃないですかね、これ普通に。まあ俺なんか魚録で売ってて、なぜか魚録の 本売ってるところで売ってて、やべえ欲しいと思って、どっちも欲しいから2巻買ったんですけど、やばいですね、本当にいいっすね。だから絶対おすすめだと思います。まあ欲しい人は、まあ、見つけて買ってみてくださいね。まあ、多分書店の人に、題名とか言ったら、まあ、予約もできますし、もうまあ教えてくれると思うんで、まあ、おすすめしますね。まあ、ためになって面白い。それが一番じゃないですか。僕はそう思います。またね。